クラ Vlog を撮っていこうと思います。おはようございます。本日はですね、私絶対行きたいところがあって、鎌倉に行きたいんですよ。最近なんかわかんないんですけど、寒くなると逆に海行きたくなるんですよ。私ちょうど行きたいお店もね、何個かあって、鎌倉に。なので今日は鎌倉 Vlog を撮っていこうと思います。楽しみ。今準備してるんですけど、メイクはこんな感じで完成かな。あとで全身のコーディネートも紹介しようと思うんですけど、今日はご覧の通り赤がポイントになっているんですよ。最近私新しくゲットしたものがあって、これなんですけど、これ何に見えますか皆さん急にね。多分純粋に見れば 99% の方が、いや、ヤシナタ舐めてもらっちゃ困るよ、これリップでしょって思うかもしれないんですけど、リップじゃないんです見てください、この底を。これ見たらわかるかな。なんと開けますよ、じゃん、イヤホンなんです。これめっちゃ可愛くないですか。何このイヤホンと思って、ちゃんとこのイヤホンも赤色なのがまた可愛いんですよ。遠くから見たらちょっと結構使ったリップかなみたいなこれにちょっと合わせた感じでメイクとかコーデをね、組んでみました。私出かけると結構ね、イヤホン必須な人間なので、今日はねこれを使おうと思って、ちょっとワクワクなんです髪の毛はこんな感じかしら。できたのでコーディネート紹介します。じゃん、ということで本日こんな感じでございます。そうそう、このハーウェイのフリーバッツリップスティックっていうイヤホンなんですけど、ワイヤレスのやつで、今日はこのイヤホンにインスパイア結構受けてて、これが結構高級感のある感じっていうか、とてもこうレディーな感じがするので、ちょっとジャケットだったりとか、この赤はねイヤホンに合わせたカラーなんですけど、それを取り入れつつ海辺でカフェ巡りみたいな感じなので、やっぱカジュアルさも欲しいなと思って、足元はスニーカーで、それに合わせた白のバッグと、あとデニムでカジュアルさもちょっとプラスしてみました。このコーデめっちゃお気に入り。ということで今から鎌倉に行ってきまーすではバイバイ、後ほど。乗り降りくんを買います。これでもあれですよね、何回も乗れるって感じですよね。今日天気晴れてよかったです、ゲットしました。じゃーん、お願いします。ありがとうございます。めっちゃリップ。そうなんですよ、すごい共有、なんかワクワクしますね。そうなんですよね、女の子の理想って感じで。そう、に着きました。今ご飯屋さんに向かっております。街並みがすごく素敵。いや、ほんと優雅ですね、マジでいい。気温ちょうど良すぎません、あった、見つけた。看板が楓菜、うわ、わらび餅とか美味しそう、美味しそう。お尻こダメなんですよ。そうなの。あんこが苦手で。お尻こ美味しそうとか言ってたけど、私もちょっと汗嫌いなんです。あ、着きました。
ますよ。二重弾でしたよね、確か。そうなんですよ。私もなんですけど。期間限定もある。待って、牡蠣。牡蠣美味しそう。絶対美味しい。寺に行きます。紅葉してるかな。してなさそう。ご主人帳持ってくればよかった。あ、確かに。え、持ってくればよかった。あ、ちょっとしてそう、紅葉。こちらです。ありがとうございます。すごい。なんて言うんだろう、ろうそく。へぇ、どうしよう、書こうかな。500円あったら書こうかな。500円なかった気がする。ラッシングです。ラッシング。今度書いてみますか。おみくじなんか引いてみます。ん？おみくじ。え、引きたいです。引きます。引きましょう。先いいですか。あ、どうぞどうぞ。おみくじは引きます。緊張する、なんか。これだ。でかっ。開けます。え、どうやって開けるんだろう。大きいおみくじ。珍しい形。あ、ん？あ、ん？あ、こういうこと？あ、すごい。でん、え、大吉。すごい。じゃーん。どこに書いてあるんですか、大吉。大吉ですよね、これ。大吉だ。なんて書いてあります。どこ見ればいいんだろう。名を保つにはすべからく折りをうべし、いい機会をつかみましょう、だって。理にかなった望みなら時が満ちれば得られるでしょう。病気回復すべし。回復ってことはなってるってことですか。もしなっていたらみたいなことですか。待ち人来たるべし、特に幸せ、特に幸せになる。これは旅立ちよし。お、勝ち負け勝つべし。お、全部いいこと書いてあるですよね。やだ、すごい。今年あとちょっとしかないけど。確かに。楽しみます、残りも。楽しむ。わかんない、なんて言うんだろう。え、でもよかった。面白いね、持ち帰るんですよね、いいやつ。大吉は持ち帰る。もう日差しがなくなってきている。でも本当ちょうどあそこだけ雲多くないですか。めっちゃ暑い。頑丈な雲。ここだけめっちゃ雲ある。やば、どんな綺麗。もう私授業なんか聞いてられないです。もうずっと外見てます。ずっと海眺めちゃう。海の方向いいな。のどか。え、怖い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 。でかいでかい。どうしよう、襲われそう。やだやだやだ、怖い怖い怖い。じゃん、ピスタチオソイミルクを頼みました。
かわいい。あったかい。ということで帰宅しました。帰ってきました。いやめっちゃ楽しかったです。今日一日もうめちゃくちゃ満喫しましたね。行きたいところも行けたし、食べたいものも食べれたし、とても充実した一日だったんですけれども、オープニングでも紹介してたんですけど、このイヤホン、ファーウェイジャパンのファーウェイフリーバッツリップスティックっていうワイヤレスのイヤホンなんですけど、今日初めて使ったんですけど、無駄にイヤホンつけちゃったぐらい本当に気に入ってて、バッグにこう入ってて、これをパッて取り出した時のこの可愛さ、あとこのサプライズ感がめちゃくちゃ私は気分も上がるし、でも可愛いだけじゃなくって機能性とかも結構しっかりとあって、なんかこうパッケージが可愛いとどうしても機能性とかが低くなっちゃうんじゃないかなって思う方もいると思うんですけど、ちょっと難しいんですけど、開放型ハイブリッドノイズキャンセリングっていうのがあって、このファーウェイの独自のテクノロジーで耳につけた時に耳の環境だったりとか耳の形とか装着状態とかによって自動的にそれを検出して、それに合ったノイズキャンセリングをしてくれるみたいで、もうほんとつけるとなんて言うんだろう、周りの雑音とかも気にならなかったんですよね。電車とかでも使ってみたんですけど、なんだろう、説明難しいんですけど、とにかくノイズキャンセリング結構すごいので、ほんと音楽に集中したいとかなんかそういう方にもすごくおすすめですし、ノイズキャンセリングはオフにもできるので、状況によってはね、まあ、オフにしたい時もあると思うので、そこもいいなって思ったのと、あとこれそのノイズキャンセリングオンオフもイヤホンも触ったらできるんですよ。それがすごいいいなって思って、あと音楽の停止とか音量の上げ下げとかもこのイヤホン自体を触ってできるので、そこでやっぱ使ってても楽で良くないですか。ここで操作できるのが、あと音質もねめちゃくちゃ綺麗でした。なんで説明したらいいか分かんないんですけど、音楽がこうスッて入ってくる感じがあったので、音質もめちゃくちゃ良かったし、あとこうつけた時のフィット感もめちゃくちゃ良くて、全然落ちそうな感じとかもなかったので、そこもとっても良かったです。これだからそういう機能性だったりとか実用性ももちろんあるし、しかもこう可愛いっていうので、私よく普段ちっちゃいバッグ持つんですけど、ちっちゃいバッグでもスッて入ってくれそうなコンパクトさです。もしもっと詳しく知りたいよって気になった方いれば、ぜひ概要欄に URL 貼っておくので、そこから見てみてください。あとファーウェイストアでも使えるクーポンもあるので、それも一緒に概要欄に貼っておきます。はい、ということで今回はこんな感じで Vlog を撮ってみました。鎌倉、私どのぐらいだろう、ちょっと久しぶりに行ったんですけど、やっぱ楽しかったですね。魅力的なところがいっぱいありすぎて、もう一日だけじゃマジで足りなかったです。ほんと何泊かしたいぐらい素敵な街だったので、絶対また近々行きたいと思います。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。